はい、プレボル、どうも野球人です。ドラフト候補ということで、今回もドラフト特集です。今回はドラフト1位12人10月編ということでございまして、8月9月とやってきたこの企画、10月ももちろんやりますと。で、今回で12人予想は最後です。で、後日ですね、ドラフト1位ですね、12球団予想をやりますが、今の段階とその時の段階とはですね、ちょっと情報も違ってくるとは思うので、つながりはね、なくなってしまうかもしれないんですけれども、とりあえずね、今回現時点での12人というのを予想させていただきます。それではまずご覧ください。どうぞ。はい、ではですね、候補1人目見ていきましょう。まず1人目は高校生の小園健太選手、私立和歌山高校、出身地大阪府、2003年4月9日生まれ、18歳、185センチ、89キロ、ポジションピッチャー、右投げ右打ちの選手です。マックスが152キロ、球種カーブ、スライダー、チェンジアップ、ツーシーム、カットボールを投げます。はい、というわけでまず一番最初は小園健太選手ですね。やはり彼はですね、高校生でナンバーワンじゃないかなっていうふうには思っています。野手投手合わせてですね、彼が一番人気集めるんじゃないかなっていうふうには思っております。そのため、予想はですね、やはり強豪予想と。はい、9月時点でですね、同じく競合予想でございましたので、現状1の評価でございます。で、さらに言うとですね、9月時点は、2球団ぐらいかなっていうふうに思ってたんですが、ここに来て3球団ぐらいあるのかなというふうに、軌道修正しておりますので、そういう意味では、またね、若干評価上げてきたかなというふうに思います。まあ、何はともあれですね、競合っていうのはほぼ間違いないかなというふうに思いますので、高校ビッグ3の一角というところで、要チェック1人でございます。では次見ていきましょう。はい、では続いて候補2人目ですね、見ていきましょう。森木大地選手、高知高校、出身地高知県、2003年4月17日生まれ、18歳、184センチ、87キロ、ポジションピッチャー、右投げ右打ちの選手です。マックスが154キロ、球種カーブ、スライダー、スプリット、チェンジアップ、ツーシーム。はい、というわけで、森木選手ということで、小園選手とやはりね、双璧かなというふうに思います。ポテンシャルっていうのも非常に高いですし、巨人との面談で二刀流もね、示唆したような発言がありましたので、野手としても、動けるというところで、身体能力が高いというところもね、一つ、かなり評価の高いポイントかなというふうに思います。で、予想としてはですね、競合予想でございます。前回までですね、単独予想でずっとね、予想しておりましたので、評価は私の中で上がったと。結構ね、やっぱりマークしている球団っていうのは出てきたかなっていうふうに思いますので、彼ほどの逸材をですね、やはり単独っていうのは許さないのかなというところで、しっかりと競合予想に変更させていただきました。では続いて見ていきましょう。はい、続いて候補3人目は有園直樹選手、高校生です。千葉学芸高校、出身地千葉県、2003年5月21日まで、18歳、185センチ、95キロ、ポジションサード、外野投手、右投げ右打ちの選手です。はい、高校通算70ホーマー、50m、6秒1遠投、110m、マックスはですね、投手として148キロを記録しております。非常に身体能力の高い右バッターですね。やはりですね、有園選手、1位指名はほぼ間違いないんじゃないかなっていうふうには思ってます。人によってはですね、2位まで残ってるんじゃないかと予想されてる方もいるんですけど、やっぱ今年のね、高校生で、何度も言うようにナンバーワンかなっていうふうには思いますし、貴重な右の大砲というところで、何球団かはですね、必ず1位で、取ってくるんじゃないかなというふうに考えております。はい、というわけで予想はですね、単独予想ということで、前回も単独ということでここは一緒かなと。外れまでね、残ってる可能性っていうのも十分あるんですけれども、私の中でこの球団が来るんじゃないかっていうのはね、ぼんやりあるので、単独予想にさせていただきました。はい、というわけで3人目は有園選手と。では続いていきましょう。はい、候補4人目はですね、風間球太選手、高校生です。ノースアジア大名誉高校、出身地山梨県、2003年10月11日、17歳、183センチ、81キロ、ポジションピッチャーで右投げ左打ちの選手です。マックスが、今年のドラフト候補の中でナンバーワンの数字、157キロ、球種カーブ、スライダー、フォーク、チェンジアップです。はい、というわけで風間選手もね、何回も登場してきている選手でございますので、まあここもね、皆さん、まあ1位っていうのは当たり前かなっていうふうには思うんですけれども、今回1位でもですね、結構大胆に予想しました外れ1位予想ということで、前回の予想がですね単独予想だったので評価は少し下がった形になりました。ですね、これは結構、まあ、賛否両論というか結構ピが多いのかなっていうふうには思います。高校ビッグ3-1ですね、そこに行く球団っていうのは結構多そうなんですけど、ただですね、やっぱ小園、森木、この2人に集まるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、どのスカウト表を見てもですね、やっぱちょっと風間選手の評価っていうのは、森木、小園に、まあ、この2人と比べると劣るのかなというふうには感じてしまったので、まあ、ボタンのね、書き違いとかもあるんじゃないかなと思って、風間選手、今回外れまで残っているだろうという予想でございます。ただですね、やっぱ彼のポテンシャルっていうのはとんでもないので、他球団の動向を見て、まあ、どっかね、パッと単独でっていう可能性は全然ある選手かなっていうふうに思いますので、今回考えた時外れ1位になったということでございましたので、このような結果でございました。では続いていきましょう。はい、候補5人目ですね、見ていきましょう。高校生の達光太選手です。天理高校出身地大阪府、2004年3月27日まで17歳、193センチ、85キロ、ポジションピッチャー、右投げ右打ちの選手です。マックス148キロ、吸収カーブ、スライダー、フォーク、カットボールということで、達選手ですね、いろいろね、ちょっとね、阪神と問題があった選手なんですけれども、やはりポテンシャルの高さっていうのは間違いなくある選手なので、まあ、ビッグ3-1に次ぐですね、ところで、やはり取りたい球団は多いのかなというふうに思いました。ただですね、彼の場合は意外とやっぱり2位まで残っているケースっていうのもあるのかなっていうふうに思う選手なので、まあ、確定ではないんですけれども、今回私がまあ選出した中ではですね、残ってきたのでしっかりとここで、選ばさせていただきました。なので、ですね、予想は外れ1位予想となっております。前回も外れ予想なのでこれは現状維持ということでございます。では以上が高校生でございました。はい、候補6人目ですね、見ていきましょう。はい、ここから大学生ですね、隅田千尋選手、西日本工業大学、出身地長崎、1999年8月20日まで22歳、176センチ、76キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちのサウスポーです。マックスが150キロ、吸収スライダー、カットボール、カーブ、スプリット、チェンジアップ、ツーシームと多彩な、ね、球種を操る選手です。はい、というわけで、今回も隅田選手入ってきました。当然ですよね。予想としてはですね、強豪予想でございます。前回も強豪だったので、これはね、現状維持の評価でございます。ただですね、前回は大体2球団ぐらいかなっていうふうに思っていたんですが、まあ、今回のね、秋の状態の良さ、さらにはですね、ちょっとね、佐藤選手が怪我してしまったんですよね。そういうのもあって、やはり彼に人気が集中するのかなっていうふうに思います。本当にね、秋のピッチングっていうのは、リーグ戦で、まあ、あっぱれというところでございます。ちょっとね、登板回避したり、リーフに回ったりして、彼も心配はあるんですが、やはり一番人気になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、やはり今回のドラフトはですね、高校生では小園、そして大学生では隅田、この2人に人気が集中するのかなというふうに思います。では続いていきましょう。はい、続いて候補7ということで、はい、大学生の佐藤俊介選手です。筑波大学、出身地山形、2000年1月13日生まれ21歳、181センチ、80キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちの選手です。マックスが152キロ、球種はスライダーやチェンジアップを投げます。はい、でその佐藤俊介選手ですね、この、ね、秋のリーグで最速を1キロ更新して152キロというところで、まあ、いいピッチングを見せてくれたんですが、その試合の途中でですね、脇腹かな、肉離れを起こして全治1ヶ月ほどということで、おそらくドラフトまでは投げれないだろうというところで、やっぱ怪我してしまったっていうところで評価は落ちてくるのかなと、そういうことで、まあ、単独予想とさせていただきました。前回は強豪予想だったので、まあちょっとね、評価が下がる結果となりました。やっぱりここは難しいかなっていうふうには思ったんですよね。まあ脇腹ね、痛めたからといってそこまでね、大きな怪我ではないですし、しっかりとその怪我をするまではいいピッチングっていうのができていたので、そこまで評価は下がらないかなっていうふうには思うんですけれども、ただ即戦力っていう時を考えたところで、怪我の多いね、佐藤選手っていうところでちょっと不安はね、残るのかなと。それだとやはりね、良さそうな隅田選手っていうのに人気が集まってしまうのはまあそうなるのかなというふうにね、予想でございました。なのでちょっとね、評価は落ちるだろうと、しかしまあ単独で示してくるところはあるんじゃないかというところでございます。では続いていきましょう。はい、続いて候補8人目ですね、見ていきましょう。大学生で正木智也選手、慶應義塾大学出身地、東京都、1999年11月5日生まれ、21歳、182センチ、87キロ、ポジションファーストと外野、右投げ右打ちの選手です。はい、高校通算50ホーマー、大学リーグ通算10ホーマー、50m、6秒6遠投、105m ということでございまして、大学ナンバーワンスラッガーと呼び声高い正木選手が今回も入ってきました。しかしですね、予想としては今回ハズレ1予想とさせていただきました。前回は単独予想だったんですけれども、まあちょっとね、それはないんじゃないかなという予想に変わりました。まあいろいろね理由はあるんですよね。やはり守備走塁面で、かなり劣っている部分と、大砲っていうところでホームランっていうのはね間違いなく多く打てる選手かなっていうふうに思うんですけど、やっぱりドラフト1位ってなるとそこのね守りっていうのは非常に重要になってくるのかなって思いますし、身体能力、足の速さっていうところもね、結構足りていないところかなというふうには思ったので、単独で突っ込むにはちょっと怖いところかなと。で状態もねまだそれほどね、秋のリーグで上がっていないので、こういう評価になってくるのかなと。しっかりフォアボールは選んでるんですよね。警戒されて、結構出塁してるっていう部分はあるんですけど、まだ一発とか、そういうところはいいところを見せれていないので、今後にね期待というところではあるんですけど、現時点ではですね、ハズレまで残っているんじゃないかという予想でございます。では次いきましょう。はい、では候補9人目ですね、見ていきましょう。社会人の山田隆成投手、 JR 東日本出身地、富山県、2000年9月7日21歳、182センチ、80キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちの選手です。マックスが153キロを吸収、スライダー、チェンジアップ、フォークボールを投げます。はい、というわけで今回もですね山田隆成選手入れさせていただきました。まだですねそれほど騒がれていない8月あたりに、願望も込めてね1位予想しておりましたが、そこからあれよあれよとですね9月10月とどんどん評価を上げていって、実際ですね1位候補としっかり今記事もね出ておりました。ある球団マークしてるんじゃないかというところもねいくつか出てきておりますので、本当にね、出てきてくれたので、びっくり、すごいなという印象でございます。はい、で今回の評価は単独予想ということで、前回ですね外れ1位予想をとさせていただいておりましたが、それもねちょっと上げて、単独で取る球団というのが出てくるんじゃないかと。隅田選手に、ね、人気がサウスポとしては集まるだろうというところで、競合を避けたところでどっかですねこの山田選手っていうのを取りに行くんじゃないかと、そういうパターンの予想でございます。で、その球団っていうのもなんとなくね浮かんではいるんですけれども、やっぱ山田選手社会人って言ってもですね高卒の選手でございますので、まだまだ年齢も若いということで伸びしろも十分、もうずっとね本当にいいピッチングが続いている選手なので、間違いなくね1位で消えるんじゃないかなっていうふうには思います。あとはハズレか単独かっていうところなので、そこがね要注目ポイントかなというふうに思います。はい、ではですね以上が今までね出てきた選手でございました。でここからあと3人はですね今回新しく私が、選出させていただいた選手でございますので見ていきましょう。はい、では候補10人目です。見ていきましょう。大学生でブライト健太選手です。上武大学出身地、東京都、1999年5月7日生まれ、22歳、184センチ、84キロ、ポジション外野、右投げ右打ちの選手です。はい、高校通算38ホーマー、遠投 100m、 大学リーグ通算3ホーマー、 50m5 秒8、スイングスピード156キロということで非常に身体能力の高い選手です。数々のプロに、ね、送り出してきた上武大学の監督がですねブライト健太は上武大史上ナンバーワンの身体能力というほどにですねやはり彼のポテンシャルというのは計り知れないと。でそんな中で、今回ねドラフト1位ということなんですが、単独予想あるんじゃないかなというふうに、思います。今回ね、初選出ということなんですけど、いきなり単独、これはねもう言わすのかな、分かってるかなっていうふうには思うんですけど、ある球団が1位指名するんじゃないかなというふうに思います。野手がね非常に今年不足している中で、正木かブライトかみたいなところはあるんですけれども、身体能力っていうところもあってブライト選手の方が、その球団にはマッチしてるのかなっていうふうには思いますし、興味もねちょっとスカウト表を見ていると彼の方がか、まあまあ1位いきそうな、ね、感じはしてきます。ただですね、まあここからまあどうなってくるかわからないっていうこともあるので、リーグ戦ね始まったんですよね。3打数1安打としっかりね結果も残しておりましたので、残りね、少ないんですがドラフトまでしっかりアピールすればですね、まあ、単独予想っていうのも十分考えられるのかなというふうに思います。では続いていきましょう。はい、続いて候補11人目見ていきましょう。大学生でムクノキ蓮選手、東北福祉大学出身地山口県、2000年1月22日生まれ、21歳、178cm、81kg、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。マックスが154キロ、球種スライダー、カットボール、フォーク、チェンジアップと、どの、ね、球種も精度が高い選手です。はい、今回ですね、まあ、大学生のムクノキ選手、右ピッチャーなんですが1位候補に入れさせていただきました。予想としては外れ1位予想でございます。前回県外なので、まあ、新しく予想に入れさせていただきました。やはりですね、やっぱムクノキ選手いいんですよ。指標を見てもね、奪三振率、与四球率ともにね、まあ、抜群です、地方大学リーグ、仙台六大学っていうところを踏まえてもですね、そこはやっぱ圧倒的なんですよね。であとはですね、まあ、リリーフ戦じゃないかっていう、ね、こともあるんですけど、先発でもまあそこそこいけるんじゃないかなっていうふうには考えてますし、リリーフだとまあすごい活躍するんじゃないかなっていうふうには思いますので、右の、まあピッチャーっていうところを補強したいところはですね、指名してくるんじゃないかと。結構外れで集まりそうな感じはするんですよね。で入札まではいかなくてもですね、外れ1位人気、ガデル選手として今回選出させていただきました。はい、というわけで次が最後ですね。それでは見ていただきます。はい、では候補12人目ですね、見ていきましょう。社会人の森翔平選手、三菱重工ウエスト出身地鳥取県、1998年1月1日生まれ、23歳、177cm、80kg、ポジションピッチャーで左投げ左打ちの選手です。マックスが150キロ、球種カーブ、スライダー、カットボール、チェンジアップを投げる、選手でございます。はい、というわけで最後はですね、社会人の森選手でございます。サウスポーの選手なんですけれども、外れ1位予想と指名ね、させていただきました。前回県外からですね新しく入った理由なんですけれども、やはりなんといっても都市対抗予選のピッチングが素晴らしかったというところに尽きるかなというふうに思います。ですね、20イニング投げて自責点0というのは素晴らしいですし、最後もですねパナソニック相手に9回投げて10奪三振完封、そして本戦を決めたというところで、最高の形でね、やはりドラフト前最終戦を終えることができたんじゃないかなというふうに思います。しっかりアピールできたのとですね、あとは大学生の左ピッチャーというのが非常に豊富なんですよね、今年。しかし地方の大学であったり投げれていない選手っていうのもこの秋結構いまして、黒原選手であったり山下選手であったりですね、彼らっていうのは未だ登板はない状況です。まあ、多分ねドラフト前にちょっと投げるんですけど、それでも満足にアピールできたとは言えません。そうなるとですね、直近の試合、さらに都市対抗予選と言いましても、パナソニックや大阪ガスというね強豪チームを相手にですねしっかりとピッチングをしてくれた森選手の評価が上がるのは当然かなというふうに思います。実際ですね、1位の記事なんかも割とね出ていたりするので、そういう意味でもですねしっかりと評価は上がっているっていうのはまあ、メディアを通してね分かるのかなというところで、今回、最後の予想に入れさせていただきました。はい、というわけで以上ですね、ドラフト1位12人予想でございました。はい、ではまとめですね。今回の、まあ、予想と、先月の予想と比べてみましょう。9月時点で、言いますとですね、競合予想は小園、佐藤、隅田の3人、単独予想は森木、風間、有園の正木、広畑の5人、外れ1予想は達、山下、梶原、山田の、4人でございました。それが10月になると、競合はですね、小園、森木、隅田の3人、単独はアリゾナ、佐藤、ブライト、山田の4人、外れはですね、風間、達、ムクノキ、正木、森の5人ということで、割とですね、メンツは変わったのかなっていうふうに思いますし、まあ、競合単独とかもね、結構、まあ、評価変えています。ですが、まあ、そんなに思い切った感じはないですよね。唯一あるとすればですね、広畑選手ですね。これは結構割れるというか、まあ、あんまり追ってない人からしたら、おいおいっていう感じになっちゃうのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、調子良くないですね、広畑選手。ここ、数試合、特にですね、前の試合で7失点してたので、やっぱちょっと評価っていうのは下がってくるんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。なので、まあ、1位、まあ、ギリギリっていうところで今回は外させていただきました。2位ぐらいになるんじゃないかなという予想でございます。ただですね、実績というかそういうのはねある選手なので、それも踏まえて1位指名してくることはね全然あり得るとは思うんですが、今回はあえてというかないんじゃないかなというところで、広畑選手だけ思い切って、今回は外させていただきました。あとは風間選手のね外れなんかも異論はあるかなというふうに思いますが、今回はこのような感じでございました。はい、これがね最終予想ということで、あとはですねドラフトの数日前にドラフト1位指名予想もしっかり出していきたいと思います。でその時とやはりですね報道もありますので、若干ね今回の12人の予想とね全然違う形になってしまうケースもあるので、そこはご了承くださいというところでございます。ではね、よければコメントなんかいただいて、いろんなね皆さんの意見お聞きしたいので、ドラフト1位12人の予想であったり、今回ねここがこうじゃないかこう違うんじゃないかとかねいっぱい書いていただけたら嬉しいです。では野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。